はい、おはこんばんにちは、かつひろです。今日の脱獄アプリはステータスバーボリュームです。これはですね、まあその名の通りなんですけど、ステータスバーのところにこのボリュームボタンを押すと上のところにバーが出てきて、ここでボリューム調整ができるようになる脱獄アプリです。で、まあ押してもらうと上の方に白いバーが出てきてボリュームの調整ができるようになってます。今日はステータスバーボリュームの紹介でした。ではまたねー。